こんにちは、小林幸子です。今日も始まりました。小林幸子は YouTube ママ。幸子さん、はい、今日はですね、ちょっと部長からの持ち込みで持ち込み、はい、部長からの持ち込み。また変なの。いやいや、意外とマットですね。意外となぜならば、これどうやら娘さんがやってほしいと言っていただきそうで。ああ、そう、これ月子ちゃんの方ですか。天野やるよ。天野だったらやるよ。天野ちゃんがやってほしいと言っていた企画だそうでして、16パーソナリティーズという性格診断テスト、質問にいくつか答えていきます、でその答えによって16種類の答えが出てくるみたいで、あなたは何々タイプですみたいな。その何々タイプが僕もちょっと今回初めてやるので、どういうタイプが出るのか分からない。みんなやろう、じゃあ一緒にみんなやろう。でも昔から性格診断ってあるよね。昔あの脳内になんか文字が書いてあるテストありましたよね。脳内メーカー、あなたの脳は何々でできていますっていうので、カメ苦しみとか女とか。ちなみに小林幸子の脳内はこうなっております。食と酒です。あれはこんなことか。まあ、いつの時代もこういう性格診断とかそういったものもあるかと思うんですが、そう、まあ、それがですね、また最近になって新しいのかな、これは、はい、出てきて、こちらです。無料性格診断。あの携帯裏側主張強いですね。さあ早速画面の方を見ていただきまして、はい、今回やっていただくのが、こちらの、無料性格診断テスト。はい、一つの質問に対して、一番左側は同意する、完全に同意する、すぐにね。一番右は同意しない、完全に同意しない、すぐしない。なので早速ちょっとこの質問、幸子さん答えていきましょうか。はい、スタッフの方々も、はい、ちょっと全員この質問に答えていくということで。みんなやるんだ。はーい、面白い。部長不安そうなの。では性格診断やってみよう。定期的に新しい友達を作る。社交の場では自ら進んで新しい人に挨拶しに行くことはほとんどなく、すでに知っていると。いや、そんなことないな、すぐ話すよ私。そんななんか近所のおばちゃんみたいなのに。近所のおばちゃんなのよ本当に。どうしてるみたいな。元気と。でこれ続きでいいのかな。はいはい、注目を浴びないようにしてる。なんだって。注目浴びてください。死後について以前からずっと興味がある。地獄の沙汰も紙次第とか、ね、持ってかなきゃいけないのかな、やっぱりみたいな。六文線なんかないっしょ今。今の時代本当にスイカですよ。ピーって三つの顔もピーですよ。なんだかまだあんじゃないかと思って。電話かけないようにしてる。かかってくる。飲んだ時とかもかかってくるそうです。まあ、内容多いですけど今でも、飲んだ時とかも、そこにいる方の奥さんとかにもかかる。それするね。じゃあ思い出した。かけます、かけます。いや、よくかかってくるじゃない、酔っ払うとみんな。なんかそうか、私もしてるんだ。愛情をコントロールするのではなく、感情にコントロールされている。感情にコントロールされてるんですか。感情をコントロールするのではなく、感情にコントロールされてる。気持ちのままに動く。ああ、愛情なんかどこにも出てない。ちょっと、ちょっと、出てきたんですか。どう、みんな終わったの。はい。私に喋らしといて。そうですね、その分だけな。静かな隠れ家のような場所により、人がたくさんいて、いや、より人がよりだな、場所より人が。これ私解読してないのよ。まずそこからだね私。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて、穏やかな雰囲気の方が好き。どっちも好きだな。お、人がいるとこ好き、大好き。だから、例えば本当にもう歌もやめて、何も本当に隠居します。どこで隠居しますかって言ったら、人だと離れたこう、ね、そういう山の方に行ってのんびりね、みたいなことをやる。絶対嫌だもん。
都会が好き。都会が好き。雑踏好き。雑踏は好き。すごい雑踏なんだけども自分のうちに一人、はいはいはい、外出たらすぐパーン近代的なわーンでもうちにもうどっちと締め切りを守るのに締め切りって何歌覚える歌覚える歌覚えるあ覚える大変なんだからもう覚えるけどもちろんもう決まってるからレコーディングの日も日程ももちろん締め切りを守るんですか守ります。守る守る。苦手ってのはどう守るのが苦手じゃない。物事はうまくいくだろうと自信がある。うん、ちょっとあるね。もう次結果です。あ、もう？結果出ます。見たくない。あなたの性格タイプ主人公だって。おーおーマジ俺初めて会ったかも。初めて会ったかも。佐藤さん、はい、主人公タイプ、なんかそうみたいですね。このタイプの内容を見ると、うん、すごい当てはまるなと思うんですけど、主人公、大きな人生の目的を果たすのが自分の使命だ。こんな風に主人公の人たちは普段感じているでしょうと。でしょう。佐藤さんの場合は違う。これやっぱりラスボスという使命じゃないですか。あれ、ラスボスっていう職業はないけどな。そしてですね、正しいことを主張する、自分の利益を顧みないことや偽りのない自分でいることを含めて主人公は自分の価値観について声高に主張する傾向があります。はい、あ、合ってますか。うん、多分そうだと思う。さすがさん、でもそんなに普段主張することってあるんですか。主張する、まあ、その事柄にももちろん思ってます、うん、でもやっぱりあのお仕事に関してはやっぱりそうじゃないですか。なるほど。主人公の秘密兵器は純粋な意図を持っていることです。うん、正しいことをしたいと純粋な願いに動機づけられているので、たとえ誰かと意見の相違があっても双方が合意できる点を見つけようとします。深入りするっていうのを書いてます。自分にとって大切な人が困っているとその人の問題を解決してあげたい、そして時には何が何でも解決してあげたいと主人公は思います。これさすこさんどうなんですか。正解は、でこれですね、他に有名人の方で、主人公タイプの人、うん、すごいですよ、オバマ大統領。ちょっと待って、おはい見てるかな、お母さん見てるかな。ちなみにスタッフの皆さん、そうよ、そうよ、私なんじゃなくてみんなの聞きたい。これちょっとタイプ聞いていきましょうか。部長何タイプですか。私はですね、領事でした。え、領事、領事官、領事官の領事ですね。お互い励まし合い、高め合い、支え合いなさい、前向きなエネルギーが一人に加わると皆がそれを感じる。これはもういつもなんか言ってるぐらい。何を言う、信じられないよね。今のは違うと思うよ。違います。さあ、三上さん、三上さん、管理者、管理者、現実的かつ過去と重視の気質がとても頼りがいがあります。あああってるあってる、できるもの、できるもの、やっぱり仕事もできる三上ですね。でもう言いにくいこともバサッと言うからね。いいもの、そうそうそう。でもちゃんとあの上手にこうワーッと持ってくるも上手、もう細かいことも分かる。お嬢はやってます。お嬢はやりました。お、何だった。好きだ。ちなみにですね、指揮官と言いますと僕も指揮官でした。指揮官って、指揮官、指揮官ってあのフォーシーズン指揮官指揮官って何、どんなの、どういうこと。生まれつきのリーダーである指揮官はカリスマ性があります。自分に自信がある上、うん、権威を醸し出すので共通の目的のもと群衆を引きつける力もあります。非常なほどにも理性的という特徴もあり、持ち前のやる気、意志の強さ、そして鋭い知性を生かして目標を達成できる人たち。分かる。ちなみにこれお嬢指揮官ですけど、たくま指揮官ですけど、指揮官全人口の 3% しか占めません。なので我々は 3% のうちの一人です。すごい、すごいね、すごい指揮官だらけ。指揮官こんなにいらねえな。乱れそう、乱れそう、喧嘩しそう。そう、指揮官同士がそうなって
ってしまうので全体の 3% しかいないそうです。ああなるほど。お嬢はもうシビアなものもあってだけどいろんなことをやってくれる人だし、それから自分の腕自信持ってるから、この自信はすごいなと思うし、またそんでやるのね。で言葉あんま言わない、出さないでやるタイプだよね。結婚もしないって言ったら本当にしないもんね。まだわかんない。で、井上ちゃんをするんだよ。まだ擁護者。擁護者、擁護者は周りの人を守るタイプとして非常に献身的かつ優等的でいつも喜んで愛する人を擁護します。あ、擁護してもらってんの今全部。え、かんちゃん仲介者です。仲介者は控えめまたは静かそうに見えるかもしれませんが、心の中は情熱で溢れ生き生きとしている人たちです。独創的かつ想像力豊かなので、いろいろな空想をしながらさまざまな会話やストーリーを作り上げることが好きなタイプでしょう。それはそうだね、きっと。で、僕 INFP なんですよ。これ4文字なんですか。4文字、ラスボス。違う、ラスボス聞いてないです。あ、でも ENFJ。 僕一番性格合うの ENFJ なんです。なんだ、だから僕はこの T シャツ ENFJ を探してますっていう T シャツなんです。見つけちゃった。ほんとだ。後ろ用紙初めて会った。なんかでもそういうなんかこうね、縁というかね、あるんだね。まず本当彼女可愛いもん。ありがとうございます。本当息子にしてる。あの、それちょっともうワークラジオでやってもらって。ガッティアでやらせていただきます。何のこと喧嘩になっちゃうね。お母ちゃん。というわけで性格診断テスト面白いもんだなと思いました。あの、みんな好きよね、テストね。あの、それから血液型とかさ、もう盛り上がっちゃうね。なんかね、でももう私あの主人公。ENFJ という形になりました。皆さんも診断何でしょうか。ぜひあの、送ってください。お待ちしております。いやでもなんか主人公だってさ。主人公今回やった診断の URL 概要欄に貼っておきますので、はい、お願いします。ぜひ視聴者の皆さんにやっていただいて、そうですね、ご自分のタイプをコメント欄に書いていただきたいと思います。調べてください。楽しいですよ。あ、山楽しいの、ありがとうね、持ってきてくれてね。そうだ、これそう持ってきてくれたのは天野だ。天野ちゃん、はい、ありがとう、やったよ、楽しかった、じゃあねー。